東京上野と札幌を結ぶ最後のブルートレイン北斗星が今日引退します。北斗星の最後を一目見ようと多くの鉄道ファンでにぎわう JR 上野駅から中継です。賀来さん。はい、上野駅の13番ホームにはものすごい人数の方が集まっています。公式発表はありませんが、数百人はいるものと思われます。そして今ちょうど、電車が隠れてしまっているんですが、この反対側のホームにもかなりの人数がいます。中には手作りの横断幕を持っていたり、学校が終わってからその足で急いできたという小学生の姿もありました。ただですね、ご覧のようにまだ北斗星の姿はこのホームにはありません。その登場前から上野駅とんでもない熱気に包まれています。現在北斗星は上野駅から5キロほど離れた車両基地で出発前の最終準備をしています。まもなくこちらを出て上野駅に入ります。北斗星は本州と北海道を結ぶ青函トンネルの開業に合わせ1988年に運行を始めました。一泊3万9000円以上するシャワー付きの豪華な客室やフランス料理のフルコースが楽しめる食堂車が人気を集め、ピーク時には1日3往復も運行しました。しかし近年は新幹線や飛行機との競争が激しくなり、乗車率が6割にまで低下したほか、車体の老朽化もあり引退が決まりました。これで半世紀以上の歴史を持つブルートレインは全て廃止となります。北斗星はこの後プレミアムチケットを入手した221人の乗客を乗せて午後19時過ぎにこちらを出発し、およそ16時間かけて札幌に向かいます。